王に俺はなる。モンキー・ディ・ルフィ役の田中真由美です。背中の傷は剣士の恥だ。ドラ役の中井和也です。この船の航海士は誰？ありがとうございます。波役の岡村明美です。8000人の部下たちよ、今日楽しみにしてたぞ。俺、こんなに人が集まってくれたって嬉しかねえぞ、このやばら。嬉しそうだな。嬉しそうだな。咲く場所を厭わない私の体はあなたを決して逃がさない。セスフラーロ。会場の男の人たちにクラッチ。みんな、この後映画スーパーに楽しんでくれよ。よほほ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 ほ。私、脱いでもすごいんです。こんな偉大な作品にオファーが来るとは思ってもいなかったので、皆様の監督さんたちのおかげでどうにかアインらしくなってるんじゃないかなっていうふうに思ってはいますけれども、皆さんの目で確かめて感じていただけたらと思います。僕も、遅ればせながら今年に入って、ワンピースの世界に触れさせていただき、偉大なアニメーションに声優として出させていただいて本当に感謝しております。で、本当に好きだから今回脚本のお話をいただいた時に、すごく悩んだんですけども、僕はファンですからファンの方が見たい物語を提案できたつもりです。ワンピースの世界とかいうのをこの劇場に凝縮して楽しんでもらえるようなフィルムができたと思います。2人ともお子さんいらっしゃいますが、反応はいかがでしたか？すごい喜んでいて、ママすごいね、かっこいいとかって言われて、ワンピースの声優をやるっていうことだけですごくやっぱり株が上がりました。お子さんはまだご覧になってないですよね？今朝一緒に、ね、拝見させていただきました。ナミさんのおっぱいに興奮していました。そこにですか？、はい、早いですね。うちの子はもうゾロが何より好きでですね、いいお子さんですね。もう家に帰ると十中八九刀加えてます。もしご自身に新たな能力が身につけられるとしたら？私はやっぱりこのもどもどの実で十分いいと思います。もどもどの言いにくいですよね。もどもどの実難しいですよね。もどもどの実を食べるやられると若返るんですよね。自分にやっちゃいたいですね、もどもどっつって。もともとは自分にも OK なんですかね。これを作った鈴木さん、どうでしょう？それは無理ですね。あ、無理。あ、はい、自分はダメなんですか？それは無理です。一応自分は、はい、自分は NG でございます。子供がどんどんワンピースの世界に深く大きくハマって、ワンピースクイズやろうって言って、パパ問題出してみたいな、そこで非常に浅い問題を出すとケッって言われる。なので私はですね、はい、ワンピースのことをもう彼よりもはるかに、この店で食べれば全部知り尽くせるというワピワピの実っていうのを食べたいと思います。最近新しく始めたこと、新世界に突入したことを教えていただきたいと思います。新世界はやっぱり声優ですかね。もう輝いてる方々と一緒にこうやってこういうところに立てるっていうのはやっぱり素晴らしいエネルギーというか、そういうのをいただけますね。非常に打って変わって小さい話なんですけど、 2.0 あった目がもう老眼なんですね、最近ね。今年生まれて初めてメガネというものを作りまして、よく見えるんですね、メガネかけると。新しい世界はメガネを通して見えております。映画の大ヒットに向けて野郎ども出航。